イオンモール鈴鹿は、三重県鈴鹿市、小野葉山に所在する、イオンモール株式会社ウニエのショッピングセンターである。かつては、鈴鹿や、地権者である金棒にちなんで、ベルシティの愛称があり、地元では、ベルなどとも呼ばれている。イオンモール、鈴鹿ウエスト舟宿省が決まっていた、金棒繊維鈴鹿工場の跡地開発のため、 カネボウ繊維とイオンコーさんが共同で1994年1月にベルシティ株式会社を設立、開発に当たった。そして1996年11月29日にイオン、鈴鹿ショッピングセンターベルシティとしてグランドオープン。ジャスコ鈴鹿ベルシティ店を南側に、北側の1階にはスポーツオーソリティ、鈴鹿ベルシティ店、2階には ボーリング場のボレックス鈴鹿が置かれ、その間に一本の専門店街が設けられた。面積では、桑名市の四毛緑穴に次ぐ、三重県下最大級の規模を持つショッピングセンターである。2002年6月1日には新たに、生活充実感をコンセプトにタワーレコード鈴鹿店、緑、電化鈴鹿店などが入居する、ベルシティウエスト増称をオープンしている。また、 鈴鹿サティの閉店やイオングループによるマイカルグループへの支援の影響により2003年7月12日にマイカルグループ以外のショッピングセンターでは初となるシネマコンプレックスのワーナーマイカルシネマズ鈴鹿ベルシティが店をオープンしたその後2007年9月22日には運営会社のイオンモールがダイヤモンド式と合併を行ったことに伴い名称をイオンモール 鈴鹿ベルシティへ変更。さらに2008年から2009年にかけ、レストラン街のリニューアル、フードコートのボレックス、鈴鹿トへの移設拡大、本舟とウエスト舟の連結などの大規模なリニューアルを行っている。2011年3月1日、キーテナントのジャスコ鈴鹿ベルシティ店が、ジャスコとサティの店舗ブランド統一により、イオン、鈴鹿ベルシティ店に変更された。 その後、2011年10月28日に SC 名が現在のものに変更され、合わせてイオンも鈴鹿ベルシティ店から鈴鹿店に変更された。2015年4月1日、イオン鈴鹿店の食料品売り場の開店時間が午前7時午前8時になった。2017年11月23日、大規模リニューアル完了し、グランドオープン。 他のイオンモールのリニューアルと同じく、フードコート拡大、イオンラウンジ設置。床をカーペットに変更。しかし、2014年以降に回転があるいはリニューアルした、店は通常、イオンスタイル変更するが、当店舗はイオン鈴鹿店のままである。なお、一般道路を隔てたところに、イオンモールとは別会社のイオンタウンが運営する、実質な保管店舗である、イオンタウン鈴鹿がある。 イオンシネマ、鈴鹿建物は1階、2階が店舗、2階の北側と中央、3階から4階のすべてが駐車場となっている。施設南側には各店舗のイオンがある。専門店街は2度にわたり増床しており、初期開業部はファッション、雑貨、飲食店が並び、1度目の増床部、ウエスト棟には家電量販店、書店などの大型店舗が2度目の増殖部。 シネマネは1階はファッション、雑貨店が2階はイオンシネマが入居する。このショッピングセンター開業以後、面する三重県道54号鈴鹿環状線を中心に店舗の進出が増え、鈴鹿市の商業地図を塗り替えた。他方、神戸地区や白子地区などの旧市街地の衰退に拍車がかかる結果となった。周囲は、ホンダ研工業や旭化成などの工場がある。 工業地帯であるが、2007年、西側隣接地に、イオンと大和ハウス工業の合弁で、ロックタウン、鈴鹿ショッピングセンターがオープン、その後付近にアクロスプラザが開業するなど、近隣への商業集積が進んでいる。2008年4月4日まで、三重テレビ放送で放送されていた枠時、元気の生中継が不定期で、ベルシティより放送されていた。また、 FM30 の番組サウンドストロールの公開録音が月に1回開催されている。ありがとうございます。